シャルル・ルイ・オーギュスト・フーケド、ベルイル・シャルル・ルイ・オーギュスト・フーケド・ベルイルは、フランスの貴族、軍人、外交官、政治家。はじめ白爵後に公爵となる。また、元帥にまで昇進し、陸軍大臣を務めた。金曜毛騎師団の一員であったほか、アカデミーフランセーズに席を持っていた。ルイ14世の大倉京ニコラ・フーケの孫にあたる。弟に、 ルイシャルル・アルマン・風景息子に、ジゾール・ハク・ルイ・マリー・風景とド・ベルイルがいた。生を、ベリーイルと表記する例も、少なくない。早い時期から軍務につき、スペイン継承戦争中の1708年には、竜騎兵連隊を指揮する大佐となる。四国同盟戦争ではスペインに攻め込む軍団に、参加した。ポーランド継承戦争では、 ベリック公爵ジェームズ・フィッツ・ジェームズの指揮のもと、トリーヤの占領、さらには戦略上の用地であったライン川沿いのフィリップスブルク要塞を陥落させることに大きく貢献した。同時に、この戦争の和平交渉の代表として外交官としての才能を発揮し、ルイ15世の義父にあたるスタニスワーフレッシュニスキのために、オーストリアからロレーヌ公国を割上させた。 このことは王に高く評価されて、ベルイルは、メス、ベルダン、トゥールの国境防衛上重要な三子協領の統治者に任命され、死ぬまでこの地位を保った。ベルイルは当時、フランス宮廷における対オーストリア主戦論者たちのリーダー的な存在で、神聖ローマ皇帝カール6世が死んでオーストリア、継承戦争が始まると、これに対する介入を強く主張した。 当時のフランス最小フルーリーは介入に消極的であったと言われているが、高齢になって指導力の衰えていたフルーリーは彼らの声を抑えることができなかった。バイエルン選定校カール・アルブレヒトを支援するという名目でフランス参戦が決定すると、ベルイルは大勢の貴族とその従者を引き連れて一大外交団を形成し、 帝国両方の宮廷を回ってカール・アルブレヒと指示を取り付ける工作を展開した。プロイセンのフリードリヒ大王がモルヴィッツの戦いでオーストリアに勝利すると早速大王の陣営を訪れて同盟を結ぶことに成功した。そのまま彼はバイエルンに対する援軍として送られたフランス軍の指揮官の一人になった。ベルイルの目論見通り カール・アルブレヒトが神聖ローマ皇帝カール七世として、退官を行った頃、オーストリアの反撃がすでに始まっており、バイエルンがオーストリアによって占領されてしまった。この時彼は、プラハの占領軍を指揮していたが、同僚のフランス軍指揮官、ビクトル・フランソワ・ドブロイなどと連携がうまくいかず、フリードリヒ・大王がシュレージェンの領有承認と、 引き換えにオーストリアと単独交わしてしまったため孤立してプラハを包囲された。ベルイルはフランツ・シュテファン経由で保証金を積んでのプラハからの自主的撤退を申し込んだがマリアテレジアに拒否された。やむを得ず自然急戦となる玄関機に油断していた包囲軍の隙をついて兵1万4000人を引き、さらにプラハから人質を連行して脱出した。 プラハには、フランソワード・シュベート将軍が、撤退行に耐えられない、傷病兵と共に残され、人質を利用して、オーストリアと交渉し、降伏した。冬の米面の森林地帯を突破する、この撤退行は、非常に悲惨なものになって、フランスで有名になった。寒波が襲って、焚き火を囲んで休憩を取ろうとした兵士たちが火を、囲んだまま投資したと言われるほどで、 大量の投資者を出し、しかも、そこへ、捕虜を残酷に扱ったり、そもそも捕虜を取ろうとしなかったりするハンガリーや、軍政国境地帯の兵が追撃をかけてきたからである。ベルイル自身は心身に傷を負いつつもフランスに、生還したが、彼の部隊は、非常に多くの兵士と物資のすべてを失った。フランスにおけるこの戦争の首謀者であったはずの、 ベルイルが無様な状況で本国に帰ってくると、宮廷や世論では彼を非難する声が満ち溢れた。そして一度指揮権を取り上げられた。1744年に、プロイセンが第二次、シュレージエン戦争を起こして、オーストリアとの戦争に復帰した時、ベルイルはプロイセンに急行しようとして、道中でイギリス軍に捕らえられた。イギリスから解放された後しばらくして、 ベルイルはイタリア戦線の指揮をジャンバティスト・フランソワ・デマレド・メイユ・ボアから引き継ぐよう命じられた。そこではプロイセンと再び交和したオーストリアとサルデーニア王国によってフランスは不利な状況に追い込まれていた。ベルイルは弟と一緒にフランス軍の立て直しを図った。それはある程度成功したが1747年の アシエッタの戦いで弟が戦死した。オーストリア継承戦争終結後10年経って、今度は陸軍大臣として7年戦争を指導することになったが、一度は強力に攻め込んでみせたフランス軍も、その後ズルズルと後退し続けることしかできなかった。クレーフェルトの戦いで息子を失い、自らも戦争中の1761年に死んだ。 弟も一人息子も戦死していて、後継ぎはいなかったため、ベルイル公爵家は断絶した。ありがとうございます。